夜明けの星を渡って。大丈夫か？で、君は何をしているんだ、ワトソン君？おいおいおい、脅かす役が飛び出してどうするんだよ。しかも、思いっきり見せつけてくれちゃってさ。ごめん。こんな夜遅くに墓地で抱き合うなんて。仕方ないわ、ワトソン。そうね、まるで飼い主に駆け寄る。でも、てかお前ら墓場で度胸だ。それでも参加しているあたり、あなた。まあまあいいじゃん。それにマッケンジー先生も言ってたろ。先生も昔よく墓地、みんなを待っている間怖いし寂しいし。すみません、ミスホワイトリー。しかし見事な悲鳴だったな。死人からも苦情が来そうな。そう、さて今回は自力で墓地内に隠されたノートにサインして。途中でワトソンが乱入したから。そうですね。でもミス、ね、なんて。けどごめん。あいつら。それもう帰っていいか。キャサリン王妃は幽霊界でも著名人、いえ著名霊ですからね。以前からパレスに現れる。ロンドン島では処刑人から逃げ回り、斧を四度振り下ろされて。でおっしゃる通りです。私、いえいえ、今後何があるか分かりません。さすが墓地のど真ん中でベソを書いた甲斐がある。お嬢様のピンチに駆けつけた点は評価しますが。いかがされます。かしこまりました。お嬢様、ね、誰かと思えば、ヤードがバターシーの無人倉庫から大量のエリクシルを押収したのさ。その通り、薬欲しさに犯罪に手を染める者が後を絶たず。いや、これは純度の低い粉末だが、ワトソン君には残りの運搬を頼んだ。ところで、何か用か？綺麗なお嬢ちゃん、今なら特別に10ペンス。ちょっと、おいよ、どこの色男かと。うん、まあやだね、私のことは。どう、それよりジョンソンさん、連れ。じゃあ、あ、はあ、毎度あり。それじゃ、彼女は情報屋の一人だ。でもいつもああやって迫るからホームズは来たがらないんだ。それより、どうしてモラン大佐の噂。君、事務所の前。彼女の左手の親指と人差し指の腹に
茶色のインクは滲んでいた。だがミス・ホワイトリーが普段読む新聞では、インク茶色のインクは大衆向けの娯楽誌で頻繁に用いられる。君は苦手を克服しようと、幽霊や でも怪我をした時の記憶はもしかして。俺も前君を守りたいって思うのは、だけどだからもっとだ大丈夫だよ、ぴったり。では次、この住所録をすべて。ちょっと待てよ小林君、君は僕の助手代理だろ。なんだよその気じゃん。俺ただの手伝うからには相応の働きをしてもらおう。これも鍛錬だから遠慮なく。ビス今頃ワトソンとレディは二人仲良く。はっ平気平気。この辺りは教会の敷地が多い。俺のそばを離れないで。高い壁だな。だい本当だ。確かにこの薄暗い裏の。俺は約束してくれ。どうか我らに力を。光あるところに影はあり、選ばれし地は黒よ。どうした。一体どこに消えたんだ。この魔法陣の形も一応記録しておこう。選ばれし地。お礼なんて。だけどだからもっと。実はこの近辺は我々も目を光らせていたんです。教会は案外。でもまさか君たちに先を越され。それならライアン巡査部長、正直に言いましょうよ。例の幽霊の。それは君だけだ。警官は言うな。通常のエリクシルは服用して初めて効果が出る。だから受動的。それより、ごめん、呼吸も浅い。話はワトソン君から聞きました。今の君には休息が必要。
いや、君から言って。俺こそエリクシルのことは知っていたのに、そばにいたのに止められ、君が目を覚まさなかったらって君にもきつい。君の発作のことは、無理に笑わない。眠ってる間なのに、いつ、どうして。そんなことないよ。もう朝か。小林もいるし大丈夫だって。おいおい、あのさ、今度俺の両親をしよう。でも、あ、そうだ、この花はブルースターって言って、ずっと帰りたくない。で、朝帰りとは、風邪か。一晩一緒にいたミス・ホワイトリーも寝込んでいなければよいが。うん。で、夜12時を過ぎても君からは連絡なし。君があえて連絡を断ちたい状況、すなわちミス・ホワイトリー絡みだ。まあ昨日の君の様子、それにしても風邪じゃないって。きっと彼女が俺の噂をして。前向きだな君は。ああ、でも人の話を聞かないな。話？いや、君の留守中小林君は。え、そうだな、君には。な君をいじるのは本当に面白いな。しかし背が伸びて体格の良くなった君の食費は、すでに小林君その体格のせいで君とシェアしている。いや、俺も好き。やはり君には今後従来の4倍の成果を上げてもらう。うわ、今さらす。別に、結婚は人生の墓場、そして絶望のゆりかごだ。君の平凡で不自由な人生を僕はここでゆっくり見届けるとしよう。はあ、なんだよその言い方。じゃあホームズにはこれで生涯独身の呪いをかけてやる。なんだ、魔法人のスケッチだよ。どうしたホーム。君相変わらず。ほっといて。おや、やはりまだワトソン君にお嬢様は任せる。心配無用でしょう。いっそ、おや、ですがお嬢様、モラン大佐の噂にはお嬢様の考えくらいわかります。そもそもあの三流雑誌はモラン、ロンドン市民がいかに曰くつきの階段。本当に反省しているんでしょうね。はいはい、ごめんください。仕方がありませんね。お見舞いがてら。よかった。今何か。 いえ、素晴らしいお花です。すぐに生けてきましょう。はいはい、分かっていますよ。その通り。